本当に来るのかしら、怪盗ローズは。多分他のコレクターたちはあらかたやられましたし。でも侵入されただけで何も取られなかったっていうじゃない。しかし何かを探しているようだったという情報があります。一体何を狙ってるのかしら、怪盗ローズは。映像が公開されました。こちらがその怪盗ローズの姿です。映像から猫型の女性ロボットと分析されましたが、その正体は依然不明です。次のニュースです。そのケーキ屋さんってお花屋さんの隣のあそこ？ん？お花屋？近いから迷うはずないんだけどな。僕探してくるよ。いやドラえもん、僕が行くよ。ドラえもんは今日の主役だろ。いえいえ、のび太くんの面倒を見るのは僕の仕事です。そう、行ってきまーす。でれってれ、なんであんなに嬉しそうなんだ。そう、おいスネオ、大福あるか。うん、あるある。でサラダだよ。鈴？空から？誰かが捨てたのかな。そうだ、いいこと思いついたぞ。のび太くん、のび太くん、ドラえもん、探しに来てくれたの？まったく、どこうろついてるんだよ。なんだよ、気持ち悪い。ドラえもんの鈴ってさ、確か壊れてたんだよね。うん、そうだけど。はい、プレゼント。うん、綺麗でしょ。これを僕に。うん、のび太くん、のび太くん、ありがとう。すっごく嬉しいよ。帰りが遅かったのはこのためだったんだね。え、あ、まあね。よし、せっかくのび太くんがくれたんだ。なくしたりしないように、この絶対外れないリングでつけ。リンリリン、おやれ、おや、お、やってあげるよ。どう、似合う？かっこいい。どうしたの？あー、なんでもない。さあ帰ろ、みんなケーキ待ってるよ。うん、そうだった、そうだった。なんとか巻いたわね。でも
んの、こんなとこで。どら焼き出しっぱなしだと乾いちゃうよ。ちょっと食欲がなくて。どうしたの、どうか悪いの、もしかして故障したんじゃ。好きな子ができた。お花屋さんで働いてる子なの。その子のことを考えると胸がキューンとなって、どら焼きも喉を通らないんだ。何がおかしいんだ。だってロボットのくせに恋なんてさ。僕は高級ロボットだから恋もするし結婚だってできるんだ。わかってるわかってる、高級ね。ったく、のび太くんに話した僕がバカだった。まあそう怒るなよ。で、どんな子なの、かわいい。もうすごくかわいいの。色白で手足がスーッと長くて華奢で、背なんかもスラーッと高くってさ。それじゃあドラえもん釣り合い悪いんじゃ。ああ嘘嘘、釣り合いすごくいいよ。お似合いのカップルだね。デコボココンビじゃなくて、美女とタヌキでもないし、食べ食う虫も、いやいや、吐きだめにつる、泣きつるに蜂。いやいや、見た目なんか気にすることないって。さっきまでは気にしてなかった。男は見た目じゃない、心だと誰かが言っていた。心をアピールするんだよ。どうやって。それにはまずデートに誘うんだ。デート恥ずかしがってちゃダメだ。何事も行動あるのみだと誰かが言っていた。でもどうやって誘えば。デートしようかな。真面目に考えろ。ったく、もうそんなこと簡単に言えれば苦労しない。言えないから悩んでるんじゃないか。だってデートなんて誘ったことないし、高級ロボットなんだろ、自分で考えろよ。そんな無責任な。ここまで聞いておいて君は。誰がもう何すんのよ。何、誰。やっぱり返して、それ私のよ。ソチャですが。あ、どうぞお構いなく。じゃあゆっくりしてらしてね。どうも。では先ほどのお話から総合して考えますと、のび太くんのプレゼントは拾ったものだったっていうわけだね。いやまあそういうことになるかな。でもラッキーだったじゃない。そのおかげで未来から会いに来てくれたんだから。ありがとうのび太くん。でそれとこれとは別、ちゃんと彼女に謝れ。ごめんなさい。まあ落とした私も悪いのよ。ただそれがないと仕事ができなくて困ってたから。お花屋さんが何に鈴を使うの。それはちょっとした企業秘密よ。とにかく返してもらうわよ。何よこれ。ちょっと何なのよ。何よこの首は。22世紀製の特殊なリングで、取り外すには製造元の会社へ行って専門の機械で分析した後、塩コショウにみりんは大さじ1。なんでそんなものでつけたのよ。いやそれはしょうがないわね。もういいからちょっと私に付き合ってちょうだい。え、一緒に来てって言ってるの。僕に。そう。ドラえもんデートだよ。デート。デート、ちょっと支度してきます。あれ
遅い。ごめんごめん。で、のび太くん？では、出発！せっかくのデートに、なんでのび太くんがついてくるんだ。いいじゃん、減るもんでもなし。ダメ！絶対ダメ。じゃあいいよ。その代わり、ちょっと道具貸して。あ、いや、まだじゃん。いただき小判。これを背中につけると、小さくなって他の人の背中にくっついて移動することができるんだ。何を出したんだよ。別に。ちょっと、いつまで待たせるのよ。あー、すみませんすみません。先生、決めて決めちゃん。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。あのお名前は？ベルよ。あなたは？僕ドラえもん。そう、よろしく。よろしくお願いします。怪盗ローズがこれを狙っている？はい、ローズが私の店に入った時、青いダイヤに向かって鈴を鳴らしたんです。あれは青い涙を見極める鈴。やはりこれを探していたんですよ。どうしましょう、ガジル様。警察に相談を。バカモン！そんなことをしたら、そいつをどうやって手に入れたかバレてしまうではないか。そうですよね。警察はダメですよね。ちょっと、こっち来い。は？こっちへ来い。はい。何でしょうか。もう一歩前だ。は？もう一歩前！はい。どうだ、警察なんぞいらんだろう。ローズなどというコソ泥は一瞬で黒焦げにしてくれるわ。わあ、すごい。ここは美術館か何か？美術館か。まあそんなところね。そっか、ベルさんって趣味がいいな。ドラえもんのやつ舞い上がっちゃって。それは何？美術館に入るのよ。門はここですが。さあ、ここから入りましょう。ベルさん、これは一体？22世紀の流行りよ。自分の好きなところから侵入して、そのスリルを楽しむって思考なのよ。ああ、なるほど。今そんなのが流行ってるんだ。はい、これ。あ、は？何これ？ここに入るための入場券みたいなものよ。はあ、いやー、全くユニークだな。美術館に来てこんなスリルまで味わえるなんて。そんなの味わいたくない。満点なんだね。だからそんなの味わいたくないって。あー、豪華な部屋だな。部屋全体が美術品って感じだね。いや、建物全体かな。あ、青いダイヤ綺麗だね。ちょっとこれに向かって鈴を鳴らしてくれないかしら。あ、鈴を？いいけど。ようやく。
見つけたわ。すごい、音で光る宝石なんて初めて見たやん。青い涙、この世に二つとない宝石よ。何それ、僕も見たい見たい。どうしたの。いいえ、帰りましょう。え、もう。あー、ちょっとちょっと、僕まだ見てないって。僕にも見せてよ。またあんなとこ行くの。もうやだ。あれ、バカでか。やれやれ。うわー、すごい、こんなでっかいダイヤ見たことないよ。らしいですね、誰もいませんよ。消し積みも残ってないなんて、そんなはずは。あ、ガジル様、これ。やはり奴か。逃げたんでしょうか。ダイヤは無事ですが、映像が残ってるはずだ。はい。奴か。なんだ、二人いるぞ。仲間でしょうか。今照合してみます。ん、あれって。間違いありません、奴が怪盗ローズです。え、そんな、まさか。一体何者なんでしょうか。誰であろうと俺のコレクションを盗む奴は絶対に許さん。この後どこ行きましょうか。どら焼きでも食べに行かない。甘いものあんまり好きじゃないの。そっか、だからそんなにスマートなのかな。ごめんなさい、私もう仕事に戻らなくちゃ。そう、なんか慌ただしかったけど。いいのよ、見たかったものは見られたから。綺麗。え？コスモス。うん。花言葉は真心。私の大好きな花よ。そうだ、フェルミラー。ちょっと待ってて。おっと。はい。
それ冗談冗談なんかじゃないよ。あの子はあの宝石を盗むためにあそこに行ったんだ。ベルさんの悪口を言うな。いくらのび太くんでも怒るぞ。冷静に考えてみなよ。あんな美術館があるわけないだろ。僕はちゃんと聞いたんだ。あの子が今世間を騒がせてる怪盗ローズだって。あの子はあの宝石を見つけるためにその鈴がドラえもんが必要だったんだよ。嘘だ。そんなの嘘だ。盗むんじゃないわ。あのダイヤには他にちゃんとした持ち主がいるの。私はそれを返してもらいに来たのよ。ならそういえば言って返してもらえる相手ならとっくにそうしてるわ。どういうつもり？私の邪魔をしに来たの？違う、僕は君を。何？いや、君のことが心配で。あそこに戻るのはあわらわらわら。ベルさん、この停電はローズの仕業でしょうか。うん、だろうな。よろしいんですか、特別な警備もつけず。それはもちろん青い涙だ。じゃあそこにあるのは。これに似た爆弾だ。奴があれに触れた瞬間ドカーンさ。メルさん、なるほど、確実にたどり着けるのはここだけど。でもやっぱり、いや、行かなくてはベルさんが。でも、
カイトーローズ、お前の欲しかったのはこれか。まんまと引っかかりおったな。捕まえろ。お医者さんカバンで手当てしたから大丈夫だと思うわ。ごめんなさい、こんなことになって。大丈夫大丈夫、ドラえもんは頑丈だから。あのいや、その君はなんで泥棒なんて。あの宝石は、青い涙は彼のものなの。彼？上の階にいるの。全く動かなくなってしまったけど。動かなく？その宝石がそのロボットの動力源なのか。それがないと動かないってこと？うん。聞いたことあるわ。エネルギーを増幅させる宝石はとっても貴重で、それを欲しがるコレクターも多いって。ドラえもんにもそんな宝石がついてるの？いや、そんな構造は最高級ロボットだけだよ。子守用ロボットについてるわけないじゃない。彼、私の婚約者だったの。そうだったんだ。出会ったのは雨の日だった。大変、早くしまわないと。無口だけどとっても優しくて、そばにいると自分も優しくなれるような、そんな人だったわ。それがあの日。それで君は。私に残っていたのは、青い涙と呼び合うあの鈴だけだったから。ふん、かわいそう。心配しないでベルさん、私たちが力になるわ。え？ね、私たちも青い涙を取り戻すのに協力しましょう。みんなでやればきっと取り戻せるわ。ああ、そうだね。じゃ、明日はみんなで作戦会議よ。よし、やるぞ。えい、えい、おー。えい、えい、おー。ごめんなさい。了解しました。ガジル様、こんな朝早くからどちらへ？あれで奴が諦めるとは思えんからな。これを別の場所に移すことにしたんだ。早く乗れ。はい。あら、お兄ちゃん、ドラえもん、もう平気なの？うん、まあ。あら、ベルさんは？さっき出て行ったみたいだけど。出て行った？まさか一人で青い涙を取り戻しに行ったんじゃ。きっとそうだわ。お兄ちゃんに怪我させちゃったこと気にしてたから。でも一人じゃ危険すぎるよ。また昨夜みたいなことがあったら。そうね、ベルさんを追いかけましょう。あ、いや、ドラえもんはまだ休んでた方がいいんじゃないかな。だってほら。気を使ってくれなくてもいいよ。昨夜の話なら全部聞いてたから。そう
起きてたんだ。行きましょうお兄ちゃん、ベルさんを助けなきゃ。ちょっと待ってよ、ドラえもんがかわいそうだよ。あんなにベルさんのこと好きだったんだ。それをその恋人を助けるために手を貸せなんて、あんまりだよ。でもお兄ちゃん、好きな子が困ってるのよ。本当に好きなら助けてあげなきゃ。私先に行くわ。じゃあ行ってくるね。無理しなくていいよ、ドラえもんは休んでていいからね。ベルさんの、ベルさんは本当に君のことが大好きなんだね。やつが。えい、泥棒猫め、お前たちやれ。ガジル様、やっちゃって、これでも食らえ。何これ、バカ、はい、捨てろ。明日からもくれ、ユーライス、オペゲベポペポポポー。うん、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 
気がついた。どうなったの？大丈夫だよ。ほら、あの二人は後で警察に連れてってもらうわ。ドラえもんは？ドラえもんはどうしたの？ここだよ。よかった、無事だったのね。うん、はい。ありがとう。傷だらけになっちゃったわね。ごめんなさい。さあ、早くそれを戻してあげなきゃ。せっかく招待状くれたのに。いいんだよ、ちょっと見たらすぐ帰るんだから。うん。幸せそうだね、ベルさん。うん、元気出せよ。別に僕は普通だよ。はい、誕生日プレゼント。わあ、たらやき。今度のはちゃんと自分のお小遣いで買ったからね。ありがとう、のび太くん。やっぱり僕にはこれが一番だよ。そう？美味しい？うん、とっても。でも、なんだかちょっとしょっぱいや。